はいどうも、タンドゥです。今回はですね、一人語り動画ということで、私がね、高校生の時にやったアルバイトのね、お話をしていこうかなと思います。学歴としてはですね、高校までなんですけども、まあ、それまでにやったバイトっていうのはですね、まあ、そんなね、種類は多くなくて、多分3つか4つくらいじゃないかな。うん。まあ、ただその中の一つでですね、高校生の時にずっとやっていた、バイトがありまして、それがね、新聞の、朝刊の、配達する、お仕事だったんですよ。それは、まあ、高校1年から高校3年まで、まあ、3年間、やってましたので、バイト歴としてはね、長い、ですよね。3年間ですから。で、新聞配達のね、バイトっていうのはですね、まあ他の会社の場合はどうかはちょっとわからないですけども、まあ、うちのね、私が勤めてた、ところの場合はですね、この区域内に、まあ、これだけの、ね、お客さんがいます。まあ、そこを、ね、全部配ってくれたら、まあ、いくらお支払いしますよっていう、形になっております。まあ、例えばその区域を1時間で配達し終えたとしたらですね、まあ、私のところは確か、それで800円もらえてたんですよ。で800円もらえてて、でそこをね、じゃあ1時間で配り終えたとしますよね。そしたらまあ単純計算で時給800円じゃないですか。これをね、まあ、例えば50分で配り終えたってしますよね。まあ、そしたら、まあ、時給としてはまあ800円よりは高くなりますよね。うん、時給換算で言えば、まあ、1000円ぐらいかな。うん、まあ、ちょっと適当なんで分かんないですけども、まあ、ですので早く終わらせれば終わらせるほど、時給としては高くなるというような、まあ、そういうねシステムになっておりまして、まあ、ただね、私学生ですから、ね、免許とかも持てないわけですよ。まあ、バイクとかで、ね、配達する人はいるんですけども、まあ、やっぱりそうなるとね、大人ですのでバイク使ってねやりますんで、まあ、時間もね早く済むんで、まあ、結構ね何個もね掛け持ちして、まあ、時給としてはね結構高くなるんですけども、私の場合はですね、学生で、チャリンコしかね持ってないですので、まあ、チャリンコでね、まあ、大体ね毎回1時間ぐらいかけて、配り置いてたわけですよ。早く終わらせたいとかいう時ありますんで、そういう時はですね、まあもう人力でね頑張るしかないわけですよ。まあ朝起きたら、新聞のね販売所まで行って新聞、チャリンコに積ん でそこからね配達するところまで行くわけですよ。でその間もですね、もうダッシュもう思いっきり漕いで、もう母いながらねやるわけですけども、でその新聞配達する区域まで行ったらですね、チャリンコを下ろして、新聞持って、で玄関まで行って、まあ、投函して、でまたチャリンコに戻ってきて、まあ、次のところにね行くような、まあ、それをね、もう常にダッシュでやる、わけですよ。まあ、それは疲れますよね。まあ、早く終わるけど、早く終わらせることはできるかもしれないですけども、時給はね高くなるかもしれないですけど、まあ、ものすごいね、疲労する、疲れるというような、まあ、そういうねバイトでございます。ただね、それができるのはですね、雪がない時期だけなんですよ。青森はですね、ご存知の通り、まあ雪がね、多いところで、弘前はね、特に雪が多いところでございます。雪のね、時期、まあ大体ね、12月から、まあ、2月いっぱいぐらいかな。その時っていうのはですね、まあ、雪も多いし、道路も滑るし、で、チャリンコですから、もうスピード出すとね、本当は危ないわけですよ。まあ、ですのでね、その時っていうのはですね、普段1時間ぐらいでね、終わってたところがですね、多分どのぐらいかな、1時間半ぐらいはね、かかってたんじゃないかなと思います。まあ、ですので、800円でね、配りを、まあ、その区域800円ですけど、まあ、時給で言えばね、もう本当多分600円とか、そんな感じかな。うん、まあ、当期手当っていうのはね、一応つくんですけども、まあ、それでもね、本当わずかなんですよ。まあ、だから、まあ、冬だけはね、本当に割の合わない、バイトでしたね。まあ、時給で言えばね、800円ぐらいなんで、まあ、高校生で、まあ、その時のね、まあ、20年ぐらい前の高校生がもらう時給としてはね、まあ、結構、高い方だったんじゃないかなと。早く終わらせることはね、できますけど、まあ、その分ね、疲れるという。まあ、しかもね、朝刊ですから、その後、学校行かなきゃいけないわけですよ。まあ、学校行ったらね、本当、そんだけ朝疲れて、労働してきてるわけですから、もうそれはね、寝ちゃいますよね。まあまあそれがね、まあそれのせいだとは言わないですけど、私ね、あんまり高校の時はね、勉強を、やってませんでしたね。まあうちの場合はですね、まずお小遣いがね、なかったんですよ。それでお昼代はね、学校でね、食べるお昼代ぐらいはね、もらえたので、
まあさすがにお小遣いがないわけですから、まあ何かしらね、自分で稼がなきゃいけないということで、まあそれでね、バイトを始めたっていう、きっかけがございます。まあ、新聞の場合は月に1回しか、休刊日ないですから、大体ね、月に、確か25日とか26日はね、働いてたんじゃないかなと思います。まあ1日1時間ですのでね、まあ労働時間としてはね、そんな大したことはないんですけども、まあチャリンコでね、仕事してますので、まあ疲労度としてはね、結構あります。稼いだお金はね、何に使ってたかというとですね、高校生の時にね、私ね、ちょうどやっぱり特別ね、やりたいこともなくてですね、ゲームとかね、アニメとか、そういうものにね、ハマってしまったわけでございます。ゲームとかはね、結構ね、本当毎日やってましたね。学校終わって、まあ部活もね、入ってなかったんで、学校終わってね、家帰って、そこからね、もう夜遅くまでゲームやってたような、そんな状態でございます。まあ、今はね、本当にもうゲームやる記憶もね、全然ないんで、本当昔はね、すごかったなと思うんですけども。まああとはね、アニメですよね。アニメはね、本当に結構好きで、見てたんですけども、今ね、本当全然わかんないですね。私の年代の頃とかは、本当にね、エヴァンゲリオンとかがもう全盛期で、いろんなね、アニメ見て、もう本当声優さんとかにもね、すごい詳しくて、もうその時の声優さんにはね、もうかなり詳しかったですね。もう今の声優さん、本当にわかんないです。まあそういうね、学生時代、送ってたわけでございます。まあ、だからね、その時はね、結構金銭感覚が狂ってたというか、まあ、それでもね、そんな持ってる方じゃないですけども、まあ、結構ね、無駄遣いしてたような感覚ですね。今思うと本当ね、バカやってたなと思うんですけども、まあ、でもね、やっぱり3年間もですね、チャリンコ漕いでるとですね、もう足腰がね、すごい鍛えられるんですよ。まあ、だからね、本当に私はもう ももがね、めちゃめちゃもう発達してね、もうすごく太くなって、まあ、3年間ね、新聞ネタでやった、まあ、成果がね、そこにね、現れたかなっていうような気はいたしますね。このね、その新聞配達もですね、まあ、長くやってると、まあ、たまにね、差し入れみたいなのがありまして、まあ、青森ですからね、リンゴジュースとか、たまにね、もらえたりするわけですよ。クリスマスとかになるとね、お菓子とかね、あと、まあ、なんだっけな、まあ、商品券みたいなのもね、もらえたりしてましたね。他のね、新聞社もあったんですけども、まあ、そこよりはね、ちょっと割安だったんで、まあ、そういったね、おまけとかもらえて、まあまあ、トントンなのかなっていうような感じですね。一つだけね、もらったね、もので、すごいね、記憶に覚えてるのが、キティちゃんのね、クリスマス商品みたいな感じのね、無料チケットもらったんですよ。うん、まあ、高校生ですよ。キティちゃん見るわけないじゃないですか。もらっても本当困ったなと思ったんですけども、まあ、弟ね、10歳ぐらい離れたんで、まあ、小学校に入る前ぐらいだったかな。その年齢ぐらいであれば、本当に、キティちゃんとか、まあ、サンリオのキャラクターとか、もう大好物じゃないですか。弟がね、いたからいいんですけども、無駄にならなかったですけども、まあ、高校生のね、男子がもらうものとしてはですね、ちょっと合わないと、思いますので、まあ、今はね、どうなってるのか、まあ、わからないですけどもね、まあ、ちょっと改善されてたらいいなと思いますけども、まあ、仕事自体はですね、特別な大きなトラブルとかもなくてですね、本当に3年間ね、楽しく仕事はさせてもらってましたね。一つね、すごい思い出にあったのが、クリスマスの日、まあ、これもね、クリスマスですけども、クリスマスの日にですね、その玄関のところにですね、飴を貼り付けてくれた、お家があってですね、本当新聞配達の人、いつもね、配達ありがとうございますみたいな感じでね、貼ってくれたとこあったんですよ。そこまでしてくれてたんでね、さすがにね、持ってかないと逆に捨てるかなと思って、それはね、本当にありがたくいただいてまいりました。まあ、本当にね、そういう、ね、細かいこと、普段はね、会わない人にもですね、そういう、まあ、気配りみたいなのを、してくれる人がいたなっていうのはね、すごく、記憶に残ってますね。自分がね、直接関わらない人でもですね、そういった気配りみたいなの、まあ、できるようにね、なりたいなっていうような、まあ、お話でございました。まあね、
働くっていうことはね、本当に大変なことではあるんですけども、まあね、関わる人に対する感謝みたいな気持ちっていうのはですね、やっぱり、忘れないように、していきたいなというような、まあ、戒めの動画でございます。まあ、この動画をですね、バイト探してる学生さんがね、ついてるかどうかはわからないですけども、青森の新聞配達はそういうね、苦しみがございますので、新聞配達のね、バイトを探してるという方はですね、そこはね、ちょっとご注意ください。経験者としてのね、アドバイスでございます。ちょっとね、長くなって、まとまりも、ね、ないですけども、今回はそんなお話でございます。ご視聴ありがとうございました。